スクリーンはるか遠く日本人少女、陽子の戦争体験記は、日系米国人作家の陽子川島和と金図ズによる、自伝。1986年にアメリカで出版された。作者の陽子自身が11歳だった第二次、世界大戦の終戦時に体験した、朝鮮半島北部のラナンから形状、富山を経て日本へ帰国する際の、 朝鮮半島を縦断する決死の体験や引き上げ後の苦労が描かれている。戦争の悲惨さを訴える資料として、また中学校用の副教材として多くの学校で使用されている。韓国では2005年にとして約出され、当初はまずまずの評価だったが、後に洋子物語論争が炎上したため版元は発売中止した。 遅れて日本語版、竹林遥か遠く日本人少女、陽子の戦争体験記は2013年7月19日に、ハート出版より発売。続編の、マイブラザー、マイシスター、アイは2015年に、続、竹林遥か遠く引く兄と姉と陽子の戦後、物語という放題で、ハート出版から発売された。本書の著者陽子川島和とキンズは、 1933年、青森で生まれた。生後6ヶ月で、南満州鉄道に勤務する父に連れられ、家族で、朝鮮北部のラナンに移住。朝鮮、環境北道で11歳まで過ごす。1945年日本の敗戦が濃厚になると、母親と姉と共に避難を開始し、京城を経由して、日本へ逃れる。離れ離れになったニートも後に再会を果たす。 帰国後、京都市内の女学校に入学。働きながら学問に励み卒業すると、京都大学で夜間開かれていた英語学校で英会話と英文学を学ぶ。卒業後、米軍基地で通訳として勤務していたが、結婚しとべアメリカの子供たちに日本文化を伝える活動をしていた。1976年になってよう子は、当時の逃避の詳細を兄に問い、 その様子を1986年に本書にまとめた。この物語の続編にマイブラザー、マイシスター、アンドアイがある。川島一家5人は朝鮮半島東北部の町、ラナンで戦時下ではあるが、それなりに平和に暮らしていた。1945年のある日、陽子と、ヨシミは慰門に訪れた軍病院で、負傷兵、松村五条と知り合う。 数週間後、松村五町は、川島家をお礼に訪れ、その後もたびたび訪れ、川島一家と親密となる。この頃、朝鮮半島北部にも B-29 が爆撃に、時々現れ、また、日本敗北の気配を読み取って、半島内に、反日朝鮮人、共産主義同盟、朝鮮共産党軍が組織されつつあった。 1945年7月29日深夜、松村五長がソ連軍が侵攻してくることを一家に伝え、すぐに町を脱出することを勧める。父と宿与は不在だったが、ソ連軍はすでに近くに迫っており、二人に連絡する、時間はもはやなく、書き置きを残して、母と陽子とよしみの三人は最低限の荷物と財産を持って、松村五長の勧め通り、 赤十字列車に乗って、ラナンを脱出した。列車は、その後形状まで70キロの地点で爆撃に遭い、機関車が破壊されたので、3人は列車を降り、徒歩にて形状を目指す。しかし半島内はすでに、ソ連軍と交往した、朝鮮共産党軍の兵士によって、北から南へ逃走中の日本人は、片っ端から殺害され、日本人の遺体は金馬を引き抜かれ身ぐるみ剥がされ、 日本人の土地家屋財産などが奪われ、日本人の若い女を見つけると、草むらや路地裏に引きずってでも強姦されていた。しかし、彼らを怒らせたら他の日本人が集まる、避難所を攻撃されるとされ、周囲にいた日本人難民は反撃できないで、悲鳴を聞いても黙って耐えるという地獄へずっと化していた。よ子たち三人は、富山まで列車で移動し、衣食住は極貧であったが、 赤十字病院やアメリカ軍の残した残飯を、綱取ったり、髪を切り断層したりと知恵を絞り、なんとか無事に生き残り、秋に連絡船で福岡に帰国する。ところが、帰国後も彼女たちを待ち受けたのは、夢に見た美しい祖国ではなかった。唯一、空襲を受けずに済んだ京都へ出向くが、期待していた、父母両方の祖父母が、青森で空襲で死亡したことがわかり、 京都駅で母が病死する。孤児となったようこと、よしみは必死で残飯をあさり、駅で野宿して生き延びる。母の願いで学校にだけは通い続けるが、そこでは貧しいよう子に心ない言葉を浴びせる裕福な子供たちが待ち受けていた。しかし、親切な増田夫妻と再会した松村古町の支えで、姉妹で働きながら、なんとか、 生活基盤を整えていった。父と兄が生きていることだけを信じて、毎週末舞鶴港で、朝鮮からの避難民の中から兄を探した。松村五町の計らいで、ラジオで探し人として、父と兄の名前が呼ばれた。そんなある春の日、朝鮮風の格好をした男性が、彼女たちの家を訪ねてきた。2005年、ようこいやぎが出版されたとき、 なぜ日本と中国ではこの本の出版が禁止されたのかというキャッチコピーの効果もあり、好調な売れ行きであり、目立った社会的反動も起こらなかった。この時期の韓国の書評も作品を肯定的に受け止め、あるものでは反戦的さらには植民地政策に批判的とまで解釈して紹介している。しかし2007年にもなると、 英語の原作がアメリカの教科で使用されていることに対する韓国系の不敬の反発が顕著化し、この洋子物語論争に加わった韓国メディアも批判的に転じた。作者の自伝は捏造と論じられ、事実の歪曲とする点が追求された。果ては作者の父親の先犯論まで浮上し、訳本の出版社も販売を中止した。この本には、 終戦直後に避難民と化した日本人女性に性的暴行を行った朝鮮人の記述があったため韓国系アメリカ人の生徒や父系の反発を買い2006年9月頃を皮切りに禁止運動に発展した作者の地元ボストンの近郊地区では2006年11月一旦使用停止処分となっているボストンの地元市では 韓国系アメリカ人の生徒の保護者全体として人種差別的かつ露骨な性描写と要約した。同じ一人の父親の発言として、韓国人の男性は女性暴行するものだという先入観が生まれてしまう危惧と。器具とこの年齢層にレイプ内容は刺激的すぎるという批判が掲載されている。他方、作品を非常に評価する韓国系生徒の発言もあった。また、 一般の生徒の母親や教師からは作品や作者の小生講義を強く支持する意見も出た。委員会は全員一致で教材使用を停止したが委員長は作品の発禁処分ではなく士官の偏りを正す補足説明時間の苦面混乱という実践上不可能判断だと説明した。その後2007年1月の学校協議会で再検討がされ、 この地区では授業を修正した上で教材としての使用が再開された。韓国系の児童保護者によるこの本の教材使用禁止運動は同時にニューヨークなどで起こっており、ある学校では一人の生徒が誤った記述の本が学習させられていると投稿拒否の講義に出ると2006年9月の時点で即刻、教材を撤回した。また、訴えを受けて、 韓国領事館も介入し、政界や出版業界に是正要請の接触を図り、米教育当局へ嘆願書を提出するなど、活発なロビー活動が行われた。外交通商部もマサチューセッツ州当局に対し、是正要求を行った。また、韓国系アメリカ人からは、この小説は、終戦間際の本当の体験談ではなく、 鉄像ではないかと疑問視する声が聞こえ始め、同意見の声も一部の教育者側に現れ始めた。史実の歪曲を理由に、マサチューセッツ州ボストン近郊カトリック系の学校と、私立校の2校がこの本の教材使用を停止している。この私立校の教師はこの教科書問題についての論文を発表しており、ザイングリッシュジャーナル誌に掲載されている。しかし、 韓国国内にも戦争の悲惨さを訴えている作品であり、あえて朝鮮人のみを悪く言っているわけではない、という意見が新聞で報じられている。一部の韓国史や在米韓国系の学生、保護者は、この体験談は捏造であると示さ、主張し、その根拠として、辻褄の合わない歴史的語尾があるとする。具体的には陽子が住んでいた町に竹は生えない。 米軍の韓国爆撃は1945年7月8月時点では開始されていない朝鮮の共産党兵が突入したのは1945年9月初頭以降などを挙げている。作者は韓国史にどちらかといえば笹だったと説明したが一疎通せず前言を一部翻したように報道された。 陽子がこれを1945年7月の時点で B-29 を目撃したという作中の記述について韓国メディアの取材でこれは米国が爆撃開始した時期でないと疑問を投げかけられたが作者は見たのは B-29 かもしれないが多分彼らはロシア人だったと孤独である胸の反論をしている赤十字列車の停車は空爆によるものだったが 作中では頭上に飛行機が聞こえたとあり米軍機と指定はされない。にもかかわらず、帽子では列車が米軍機の爆撃を受けたというのは時代錯誤と報じている。この空爆の日付は作中では不詳である。場所はソウルに到達するまであと45マイルの地点だった。作者は避難中に遭遇した朝鮮人の武装兵のことを 朝鮮人の共産兵として登場させている。しかし強いて問われれば、それらが絶対に共産兵であるとは断定しきれないことは認めている。後にした区域はすでに共産主義者の焼酎にあると、周囲からは言われたことと符合して、そのように合点したものだ、と釈明する。また、序章では、筆者は、母親から、抗日共産軍を形成している、と教わっている。この、 「抗日共産軍という表現は、実は、ソビエト軍や、コレトコを合流した、朝鮮人よりも、他では、中国共産党の人民解放軍や、それを援護する現地武装兵力に対して使われる、故称なので、これと特定した一つの組織を指すとは言えない。しかし、英語の原文では、コミニストという記述になっているため、固有名詞とされ、これは、朝鮮人民軍としか、 解釈の余地がなく、1945年には、まだ正式に組織されていない、目撃団は、歴史の歪曲という論調が貼られ、そうした報道や作者への尋問がされる。ヨ子が目撃した、朝鮮人の戦闘員については、例えばハーバード大学のカーター・エッカート教授も、正式に組織された、共産軍は、この頃はないはずだとするが、ラナンあたりにも地域に分散した。 共産党分子は活動していたかもしれないと完全否定はしていない。エッカートはもし抗日共産軍がいたとすればソ連参加で満州に待機していたキム・イルソン率いるゲリラ部隊であるがこれが朝鮮入りしたのは9月初頭であるという認識を示している。朝鮮共産党軍の兵士の死体からは軍服が剥ぎ取られよ子と母、姉は 変装に使用しているが、この点についても、韓国メディアは、人民解放軍以外の解釈はできないとし、組織されていない軍のユニフォームなど当時は存在しないので虚偽である、という報道をしている。この抗議活動の過中、韓国の連合ニュース発でヨ子コの父親の731部隊の幹部疑惑まで報道された。ヨ子コは、その父親の職業について、 満州で働く高級官僚と言いつつ、続編では外交官としており、その仕事内容は不透明なままである。しかしそれはソ連軍に命を狙われるような満州の利権絡みの仕事という松村五条の言及より、その仕事とは731、最近兵器部隊所属の任務に違いないという、憶測する。洋子の父親は川島義をあり、 川島聖は731部隊にいたから合致し、いずれとも長期のシュベリア抑留を受けていた経歴があるのは、さらなる追加証拠である。また、陽子は a m a z o n .com の販売ページに示された、略歴で1933年九満州宝天生まれとされたのが、真の生誕地であるが、宝天は731部隊が所在した場所で、小説の続編では、日本の青森生まれとした、 と論じられる。作者自身は、これを否定し、父親は、満鉄社員であると証言している。この著作により作者は1998年、ボストン公共図書館の推奨児童文学者に、選定され、アメリカの平和団体、ピース、アビー財団から、ザ・カーレッジ・オブ・コンシエンス・アワードを受賞している。ありがとうございます。